まあ、ちょっと今回は教育というものに考えてみたいと思います。と申しますのは、この資料の一番最後を見ていただきたいんです。ちょっともうお見せするのが心苦しいような漫画なんですけれど、この資料の一番最後を見ていただきますと、この漫画見ていただきますと、まあこの、これ裸足の弦というやつなんですけど、この漫画をですね、小学生や中学生に見せるべきでしょうか。これ中身の問題じゃないし、この表現の問題ですね。こんなものを見た子供を家帰ってうなされて眠れないかもしれない。でこういうものがはっきり言って今全国のほとんどの学校、小中学校に置いてあるんですね。でこれがあまりひどいって言って松江市で一人の男性が立ち上がって、これはひどいよということで教育委員に訴えました。教育委員もこれ実際見てみました。あまりひどい、子供にはこんなもんはふさわしくないので撤去したところが、これが朝日新聞が問題にしまして、結局置かざるを得ないような状況に全国の小中学がなっているということです。ですからこういう、なんて言いますか、これは中身の思想とかそんなもんいい悪いじゃないし、表現ですね。こんなものを自分の孫、子や孫に見せたいと思う親いませんよ。だからこういうものが、そういう特定のイデオロギーによって、子どもたちにね、強制されて押し付けられてる、とんでもないことなんですよ。まあ、ということで、また一枚に戻りまして、教育問題をちょっと考えてみたいなと思います。それでですね、教育と教育と書いております。今の裸足の弦というのは下の教育ですね。くぐった教育、あるいは気違いを育てる教育、もう異常教育ですね。これがこの裸足の弦の逆に、教育というのは社会がなければいけないことであります。教育直後に、教育直後というものではっきり示されている教育目標、こういうような教育は正しいものでありますから、正しい教育はしないでください。ならば教育の目的は何であるかということで、最初に書いております、人間は社会的な動物です。社会的な動物である人間は生まれた途端放り出されたら誰も生きていけません。育てなきゃいけないわけですね。保護者が養育しなければいけない。ですから保護者が養育しなければその子は育たない、子供が育たなければ人類は滅びる。ですから、生まれた子は保護者が養育しなければいけません。とは養育して5体満足育っても、これはそのまま人間社会に受け入れられるとは限りません。人間社会には一定の倫理観ですが、道徳とか生活様式とかいろいろあります。こういったものが教育されないと、教育されて、初めて、人間は人間になるわけです。ですから、よく言いますのは、インドで狼少年というお話があります。狼に育てられた、これはまあ女の子男の子いろいろあるんですけど、まあ、一人はカマラちゃんという女の子だったんですけど、狼の社会で育てられた人間は四つ足であるわけですね。で狼語を喋るわけです。人間のことは分からないわけです。もちろん教えられてないから。ですからそういう四つ足で狼語を喋って狼と同じように速く走る、こういう人間がやはり狼の社会で育つわけです。ですから人間が人間であるためには、人間として必要な教育を受けなければいけないのです。さあ、そうしますと、その教育というのは何かというと、まず青少年が教育対象、基本です。で青少年を今の教育は間違って見てます。青少年というのはもう完全無欠な成人君子、そういうことを前提に今のいわゆる戦後教育があるわけです。では実際に子どもたち見てどうでしょう。成人君子のはずないですね。いじめやったりいろいろ悪いこともしますね。いい点もあるけれど悪い点もある、いい点悪い点いろいろ合わせ持っているのが現実の人間であり子供です。しかも子供の場合はこれは未完成、まあ未発達、未完成、未習熟、そういう完全でないのが子供なんです。これにいかに完全に近い人間にしていくか、社会人にしていくか、これは教育なんです。ですからそのための知識を与えなきゃいけない、あるいは体力を与えなければいけない、道徳律や、倫理観を与えなければいけない、まあそういうふうにして、一人前の社会人にしていく、これは教育なわけです。ですから教育が間違っていれば人間社会は混乱します。で昨今の日本の社会を見ていきますと、親が子を殺してしまったり、子が親を殺したり、もういろんな、犯罪が多発したり、しかも犯罪もなんかもうグロテスクな、普通人間ではできないようなことがありますね。
で、ああいうことが起こるというのは、やはり基本的に教育が間違っているものです。さあ、そうしますと、その教育の間違い何かというと、最近の特にゆとり教育とか、すぐ教育とかいうのが流行っていたわけです。今も意識ではそれが多いです。で、すぐ教育っていうのは、これ、もう10年以上前に朝日新聞が社説で書きました。させる教育からする教育。つまり、子どもたちに強制して、これせえ、あれせえって言ったらいけない。子どもたちが自主的に自分から学習をするようにしないといけない。ということなんです。ちょっと聞くとまともそうに見えるんですけど、こんなことできます？知らないものにあんた勝手に知りなさいよって言ったら分かるはずないですよ。知るはずなんです。結局、教育は全て刺激なんです。させるんです。何かさせないと何していいかわからないわけですね。ですから当然教育はさせなきゃいけない。ただそのさせることが正しいことでなきゃいけません。ただ現実にはこのする教育ということを言ってるもんですから、生徒、児童、生徒の実性を重んじるとか言って、ほったらかしにしてしまう、こういう場合が多いですね。あなた自分で考えなさいと。さあ教師は楽ですね。自分で先生とか考えてくれればいいわけだから。だけどそれじゃあその責任転嫁された児童生徒の方が何していいか分かんないわけですよ。こういう中から時には学級崩壊、学校崩壊っていうのが起こります。で、学級崩壊っていうのはまあ本当に、まあ、今でもあちこちであるわけですけど、まあ、私も以前それ最初ある小学校の学級崩壊聞いた時にびっくりしたことがあります。で、どんなことかっていうと、この小学校で授業を前で先生がやってる、聞いてるのは何人か、みんな雑談してる、ひどいのは後ろがトランプしてる、雨食べながらトランプしてる、先生はそれ注意しない、注意しないとできないんですね。そういう状態が私の中学校の、高校の小学校でありました。そんなんで、も私もなんでかなと思いました。中学生の悪、これ相手は私らボンボン押さえて言うことを聞かしてるのに、小学生のね、この立ち回りも行かない子供たちに振り回されて、伝え放題させられてる、なんだろうかなと思いましたけど、結局その先生たちの意識というのがやっぱりこうする教育、本人たちの実践に任せる、実践に任せたらしたいからトランプする、食べたいから飴食べる、まあそういうことになってしまって、それを抑えきれない、まあ、これがそのする教育の典型ですね。ですからさせる教育を徹底していればそんなことはさせない、させるとかさせないこともできるわけですから、飴かんだりね、自分自身飴食べたりさせない、まあそういうことができるわけなんですけど、この発想か基本が違うという、あるいは最近ではお願い教育と私言ってるんですけど、何々してください、先生が生徒に頼むわけですよ。命令じゃない、生徒、これせよ、私らはこれせよ、忘れて命令してきたわけですけど、命令するのは威圧的だとか、生徒の人権に違反するとかバカなこと言いまして、教師が生徒に命令できない、そうするとお願いしなきゃいけない、お願い教育ですね。しかし生徒、先生が生徒にお願いしていったら、今度は生徒がそのお願いを聞かなかったらどうするの？お願い聞くか聞かないの決定権は児童生徒にあるわけですよ。で、俺も聞かないって言われた時にどうしたらいいか、何かさせようとしたらそれは体罰だとか、何とかね、腕取ったら体罰だ、大声で怒鳴っても体罰だって言うんですよ。そうするともうこれでもって何もできないんですよ。だから結局もう学校の教員はもう官僚主義ですね。なんとか生徒を立てておべっか使って誘導して言うことを聞かして、で月給だけもらっていいよ、こういう形になってしまいますね。しかもこの体罰の禁止ってのはめちゃくちゃでして、まあ、今から十数年前体罰問題がこう騒がれた時に、門真の市教委があるマスコミの取材を受けまして、体罰は何か聞かれた時に身体的に苦痛を感じることは体罰、こう答えたわけで、それは学校教育法11条で禁止されている、こう言いました。身体的に苦痛って言ったらね、今小学校で45分、中学校50分、椅子に座ってるだけでも今の生徒の苦痛なんですよ。授業そのものが体罰なんですよ。で、クラブ活動によって運動場10周走れなんて、この夏の暑い時に10周走ったらこれって苦痛ですね。クラブ活動も体罰です。で、体育授業も体罰です。もう全部体罰になります。だからこうなって、しかも大声出したらダメだって。だから私なんか大声結構出すわけですね。まあ以前生徒連れて行くわ、北方領土研修っていうのが行っておりました。まあ政府系の団体の主催で、各近畿の6県から10名ずつ中学生集めて夏に研修やるんです。で、こんな時に60人も集まりますとね、普通の人たちの印刷者で言うことみんな聞かないんですよ。だから私一言バーンと怒鳴るとピシッともうなるんですよ。教師の特技でしてね、
まあ、人は、まあ、私の声が大きかったのかもしれませんけど、その後言うこと聞かれたんですね、説明するの。普通の人説明してもみんな勝手にザワザワザワしてた、誰も聞いてない。だこれは教師の討議なんですよ。ところがこの大声を出したら体罰って言うんですね。だから、しかも生徒を威圧してはいけないと。威圧 してはいけないって言っても、威圧してくる生徒いるんですよ。殺してやるとかね、大声くる生徒は違う子がいるんですよ。威圧されても威圧できないなんて言ったらね、どうしようなんでしょう。私も以前、ワルの中学生で30分ぐらい怒鳴り合ったことがあるんです。もうそいつはもう手で足を待ってるわけですね。体罰っていて、もう体罰言い始めるの分かったから、こっちも手で足を、向こうもあのやろうとさ、もし強そうとかやるとか、私30分ぐらいもう罵しやってね、やったことで、その後その生徒が担任に言ったらしい、あんな教師初めて見たってね。だからそれはね、そういうのやれないとね、教師今中学校の方が抑えつけないんですよ。だからそういう、なんて言いますか、中で体罰禁止になってしまった。私はあんな目を叩いたことないですけど、しかし体罰禁止はあるのは知ってたけど、最後はずっと叩き、必要な時は叩きました。だけど一度も訴えられたことないし、問題になったこともありません。で、この体罰禁止っていうのは最後の、させる教育の最後の部分が禁止されてしまってるから、もう最後とか今大声も出さないっていう途中の部分の言うことを聞かせる部分まで禁止されてしまったけど、今の教師は何もお願いする以外にはしてちょうだいってお願いする、あるいは適当におだてて騙す以外はないわけですね。で、こういうお願い教育とか、そういうする教育とか、こんな考え方は昔からあるんです。で、叱らない教育とかいうのもあります。だから叱ったことがない。例えば、水谷とかいう、夜回り先生とかいうのが有名なのがいるんですけど、あれ、バカかと思いましたね。あ、バカってのは、あれに騙されて、公園に行ってみんな勧誘して帰ってくるんですよ。その人たちの教育は何も知らない。なぜかっていうと、あの人が最初言った言葉では、私ももうこの人の言うこと必要ないなと思って。自分は絶対叱らない主義だって言うんです。叱らずに教育なんて絶対できないんですよ。しかし叱らずにできることがあるんです。これはカウンセリングです。相談なんです。ですから、あの人が言ってることは全部カウンセリングなんです。ただし、聞いてる人はあの人は高校の先生だから教育やってると思うんですね。だから教育をやってるのは、そうやって叱らずに教育できる素晴らしいなとみんな歓迎して帰ってくるわけです。そうじゃないんです。カウンセリングと教育は違うんです。カウンセリングは私もできますよ。相手のこと聞いてないんだから。いや、叱りもしない。大体1対1か1対1する数名で、相手のこと聞くだけで適切に助言したらいいんだから。あなたは誰もできますよ。だけど、どうしようもない、ワンやなんかがガチャガチャいる40人、50人の学級の中で、叱らずに、生徒の指導でいいか教育でいいか絶対できませんよ。で、実際にこれが具体的に出てます。もう教師って数年前見てるのですね。一人その組合系の先生いて、組合の専従やってまして、現場ではほとんどタッチしてない。これがやっぱり教師だから、実際生徒相手してで、ある年2年の社会科を持ちました。1学期ぐらい2学期持ったんですね。で、持って彼はその絶対自分は叱らない主義だ、これをもう初めから宣言して授業を持ったんです。もう1学期の途中でもう混乱してきて、まあ噂が伝わってきました。で、1学期の後半になったら生徒が私のところ来るわけです。あの先生辞めさせてって。で、なんでだって、知識のある人ですしね、説明分かるだろうね。いや、そうじゃない、いやらしいんだって。で、まあ結局途中まで1学期の半ばでもうみんなもう叱らないもんだから好き勝手するようになって、もう授業が成り立たなくなってしまう。いわゆる学級崩壊、一時的な学級崩壊ですね。そういう中で、その先生は何度か関心を買おうとして、その生徒にとっては嫌だし、その先生にとってはちょっと適当な遊郭の話だとか、何度かそう適当な話なんだけど、大人としては普通の話なんだけど、中学生にとっては嫌らしい話なんですね。で、それが分からずに、長いその愛知してないのかな、そういう生徒から嫌らしい話ばかりするから、で、あの先生辞めさせてって、私と来るわけですよ。やめさせばいい、実験を思ったらやめさせばいいくらいし、まあね、先輩だし、その注意するのも失礼だし、まあ、うやむやにしてたら、もう2学期になったら、もう本人がもうやっていけなくなってね、とうとう入院してしまいましてね、潰れてしまう。だ中学校の2年で叱らないっていう教育はね、そういう結果を持つんですよ。だ教師としてね、その人も能力ないわけじゃない、口だってうまいし、自信もあるし、それでもそうやって潰れてしまう。だから水谷って人がね、叱らないって聞いた、叱ったことがないって聞いた瞬間、あ、これ教師じゃないの、カウンセラーだな。だからカウンセラーとしては有能かもしれない。しかし、教師としてはもう20、30か、もう資格がない。
こう思って教師としての話は聞かない、これ決めました。ですからこの叱るということはね、とても難しいんです。ですから私は民間企業2年半ほどおって、それから教師になりましたので、ね、もちろん民間企業で営業やったら人と何かと絶対ありませんし、生徒と怒鳴れるようになるのに2年間かかったんですよ。だからたまにドラロースの声は出るけども言葉がついていかないで、本当にね、もともと温厚な人間でそのあんまり経験したことないですが、怒鳴るとかいうことはね、なかなかできなくて、で最初叱れるように、つまり思ったことを怒鳴って口切れなすのに2年ほどかかりました。それから誰からもうボン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 出るんですけど、まあ、それぐらいね、叱るってのは難しいんですよ。だけど叱らなかったら教育はできないんですよ。だからその叱る中の最終手段として対話もあるんです。ですからこれはやらなきゃいけないんですね。ところがこれは禁止されてしまう。しかも異常な教育、先ほどのああいう異常な漫画を人に見せるっていうようなね、そんな異常な教育をやってみて、あるいはいわゆる性教育っていうのは、これもあったね、先生たちがもうバカみたいなもんでしてね、とにかくちっちゃけりゃちっちゃい方やっても頭に入る、それは頭に入るでしょうね、ちっちゃい方がね、頭に入るだろうけど、しかし発達段階っていうのは人間あるわけですよ。発達段階に応じてやるならいいけど、今真面目な性教育の先生たちは幼稚園でコンドームっていうのを教えろと、こういうわけですね、早い方がいいって真面目にもっと言うわけですよ。でそれをその、まあ、こんなもう聞いて不快なのかな、そのコンドーム教育って私言ってるけど、そのコンドームなんてのを教えるにしても、まあだから性教育じゃない、性交教育ですね、性交渉を教えるわけです。でその時により現実味があった方がいいから、言葉でやるより文字から字解、模型で教える。だからその模型があるわけですよ、その性教育用の模型がね。で普通は大体まあ小学校までやってる試験管にその言葉がつけて、つけ方を教えるわけですけど、試験管じゃ現実味が少ないからって、その男性器の模型みたいなの持ってきてつける方がより効果的だとかね、そんなことがね、真面目にね論議されて、しかも専門の雑誌があるんですよ。だからそれで保健室、保健の先生なんかがそれを取ってて、保健室行ってこんなのがありますよ、見たら、そんな男がそれを真面目に、一切いやらしい気持ちじゃない、真面目に信じ込んで、強心的にそれを信じて児童生徒にやらなきゃいけない。だからそれに対してそれを私たちが反対すると、そういうのが遅れてると、まあ遅れてるも進んでもないんですよね。発達段階のところに発達、応じた教育はしなきゃいけない。例えばもう感じてくるからなと思うのが、私の文章が難しいのをね、1年生に思い読めってできるはずないんですからね。だからそういう、なんて言いますか、発達段階を無視したそういう性教育っていうのがもう真面目に進み込んで、これ一生強心的に行われてます。特に平方高槻あたりはそれ盛んなんですけれど、まあこういうような異常な教育が児童生徒に強要されて押し付けられて、これが非常に問題ですね。しかもする教育ということを言って、させる教育しないと言いながら、彼らは政治イデオロギーになったら徹底的にさせるわけです。それはここに書いてあるんです、反日自虐思想、これだけは徹底的に教育しますね。しかもこれもこうだと言って一方的に押し付けるやり方もあるんですけど、それ以外に自主的にやる、生徒に自主的にやったように誘導していく、これが本当にうまいんですよ。これはもう夏休みを中心にした反日教育なんですけど、まず夏休み入る前に1時間か2時間取りまして、道徳の時間とか学級活動の時間に夏休みの宿題を説明します。その説明の時はちゃんとプリント2、3倍過ぎてます。そのプリントに自由研究っていうのがあるんですね。その自由研究で主題は平和学習とか、まあそういうのが決まってるの。平和学習で何やるか、そういう具体的な例として、例ですよ、お前これやれじゃ東京生じゃないんですよ、例としていくつも項目が並んでる、南京大虐殺、中軍慰安、まあそういうような反日の項目がずっと並んでまして、こういうようなものもあるよというんです。しかし生徒が自由研究するときね、例示されたら大体それは選ぶでしょ。だからそうやっても初めから授業に進んでるわけですね。でそれの具体的な例として、作文まで、去年はこういう問題して、こういう作文があったら作文の実際の実例を紹介します。でそういうのを1時間2時間で説明して方向性を与えておいて、しかも夏休み報道される、夏休み終戦の記念日がありますんで、前後に戦争関連報道があります。大抵反日報道です。でそれの一覧表を渡すわけです。でこれ見たら勉強になるんですと、まあ全員が見るわけじゃないですけど、まあ、一部の方も見ますね。
見たら自然にそっちの反日的な方に意識が行くようにも誘導されてるわけです。さらに図書館に行って調べなさい、こう言います。で図書館に行くと、図書館には平和公文っていうのちゃんと書く図書館になる。でその平和公文行くと南京虐殺だ、十分に浜田だ、そういう本がずらっと並んでるわけですね。でそれを借りてきて読んで、それをまとめて、多いのはこんな分厚い冊子にまとめる制度もいます。でそういういいやつを秋の文化祭で発表させたり展示させたりで、それやるわけですね。そうすると反日性が強ければ強いほど、日本を悪く言えば言うほどいい作品なわけですから、でそれを小学校から中学校に9年間続ければ、自然にこういうのを書きゃ褒めてくれる、先生は褒めてくれる、展示してもらえる、紹介してもらえる、分かるわけです。ですからここでもって、それを理解した生徒は一生懸命自分でそれを学んで、だけどすでにもう路線は引かれてるわけ。その路線引かれた上での勉強でしかない、決して自主的に自主研究じゃないんですよ。あくまでも用意された中からつまみ食いするだけの研究なんです。しかもこれで怖いのは、その放送が内容がちゃんと日教組に渡ってるわけ。つまり放送関係の労働組合の方から何月何日この放送がありますよってもう連絡してるわけですね。しかも行ったら平和公な図書館にある。つまり、この市とか、府とかそういうところの職員組合の方がちゃんと児童生徒が聞くことを分かっててそれを用意してるわけです。つまりこういう反日の複合体というものが出来上がっていて、そこに小学校に入学した段階から児童生徒は自動的に夏休みになったら毎年そういう、なんていうか洗脳を受けるようにもう路線が築かれてる。これは確かに自主研究の、ね、先生がこれ書けって言ったら命令したわけじゃない。だけど与えたものは全部、日本の反日自虐、日本を否定する内容ばかり。その中から選んだら絶対日本を否定するものしかできないですよね。だからそういうのが決まってる、こういうさせる教育を、日教組全教やってる。しかも教育委員会はそれを認めている。ですから自動的に日本嫌いができるし、逆に第9条なんてのは新国家じゃないです。9条は素晴らしい。9条あるいは日本国憲法、平和憲法ってもう洗脳されてますから、ただ9条の会っていうのは共産党が作って9条を守れっていうと、確かにバーンと人が集まるわけ、何万何十万と集まるわけですね。ですからもう完全に学校が洗脳機関にされているわけです。まあ、こういうのが現状なわけでして、まあ、その典型として最初にお見せした裸足の原理ですね。こんなもう孫にもこれも見せたくもないようなものを学校図書館に置けっていうんですよね。それを外したら今度は怒るって言うんですよ。なら私ら書いたものを置けっていうんですよね。私ら書いたようなものは絶対置きませんよ、僕は。だから破棄してしまいますよ。だから結局もう反日自虐の自由はだけども、しかもそれはもうどんなグロテスクなものでも、もう置いてくれる。しかし愛国と言いますか、日本を肯定するようなものは一切置いてもない。まあ、これが現状です。しかも、これがですね、簡単に置けるんですよ、学校図書館は。係になったら置けるんです。でこれは枚方市の場合は大体1つの中学校で30万から40万の図書館予算が年間あるわけです。でなかなかこれ消化できないんですよ。でこの消化できないときに最後に残った予算どうするか、適当な本を買って置いといたらいいわけですね。その時に裸足の原理なんかをまとめ買いするわけです。あれ10巻ぐらい1束になってこれぐらいの大きさあるんです。これをうちの学校でもう6個10個積んでましたよ。残った予算で買い取るわけですね。ですから裸足の原理が1000万部売れてるようになんとか言いますけど、そうやって学校の図書予算を悪用して、でまあ買い込んで積み上げていく。でもちろん生徒見せてるのもありますけど、もう余分な部分は積み上げて放置したままっていうのはあります。しかもだから買うのは10万円以内だったら校長決裁、しかし校長一時口出ししないし見もしませんから、図書の担当の教員がそれができるということですね。事実は10万円以下でした。それも1回に10万円以下ですから、40万の4回に分けたら10万円以下でね、買えるわけですよ。だから教育委員会の許可いらないわけです。もう自由に買いたい、そういう反日自虐の図書を買えるわけです。でそれを図書室に並べる、それを生徒が来てみる。ところがもう効果不効果、情けない現象がありまして、少々反日図書を並べても一般の図書ではもう今は生徒見ません。私が辞める頃の段階でいつも図書室満室でした。もう運動場行って遊ばないんですね。もう元気がなくて図書室来てみんな見るんです。ところがその反日図書読んでるかって全く読んでない。漫画しか見ない。もう今の生徒は
もう40人いたら40人のうちもうほぼ40人漫画ですよ。それは確かに昼休みの短い時間にね、15分20分で見ようとしたら本格的に読書はできないかもしれないけれど、もうみんな漫画だけ。しかもなんかわけわかんない漫画なんですけどね、たまに単行本読んでるのが一人二人おりますね。見るともう天然記念物見てるような感じですよね。今漫画しかない。だけど裸足のゲームは漫画なんですよ。だからこれはみんな見ます。これで洗脳されますね。ですからこの裸足のゲームなんてのは本当にもう撤去させなきゃいけないです。もう私の学校ではこれ映ってますこういうなんて言いますかね、めちゃくちゃなことが、学校の図書を使っても使われてます。ですから結局ここで私言いたいのは、教育と反日産業というのが結びついているわけですね。反日産業って何だったら、例えば教科書です。年間の教科書予算は4、500億円あります。小中学校、高校から小中学校ですね、4、500億円と4、500億円の教科書代は政府から直接教科書会社に入るわけです。ということは採択されたらいい。採択されるのは教師の意見を反映した方がいい。教師は概ね反日教師ということは、反日教員だから反日的に教科書作りゃ売れるということで、反日教科書がどん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 出回る。これが反日産業ですね。さらに一般には知られてないのは、副読本というか副教材というものです。大体中学ぐらいになったら、小学校でもそうですけど、そういう教科書以外の副教材を使います。解説、いろんな解説書いた本だとか、いろいろビーズでしたらいろんな教材の彫刻用の副教材とかいろいろ買えますね。副教材というのは大体年間に1人当たり1万から1万5千になりますかね。ですから1万ぐらいとしても、中学生が300万としたら300億ぐらいになりますかね。ですからその副教材の中の社会科のそういう副教材とか、こんなのもやっぱり教師が、これこそまさに教師が個人的に買うわけで指定するわけですから、ですからこんなものも反日化強めた方が受けるわけです。まあそういうふうにして、その何て言いますかね、反日自虐売国という、こういう傾向が金になるという。ですから悪名の高いピース大阪ありますね。ピース大阪というのの展示をやったのは、あれは資本主義も否定するし、知ってるし、日本も否定してるし、いろいろ否定してる、そういう傾向だけど、あれをやってるのは、東京の一部上場ですかね、丹精社という、そういうああいう飾り付けとかやる、そういう会社なんですよ。だから資本主義のね、金儲けの会社がね、資本主義がそういうのを否定する、そういうものをね、反日展示をやるわけです。だから逆に言ったら金さえ出して愛国展示もやってくれるわけです、そういうところね。だからその反日の方が儲かるから今反日やってるだけで。ですからそういう丹精社っていう、もう一部上場の、民間会社さえそういう金になればやる。それは反日産業といって反日が金になるわけです。あるいはもっと極端な話は、満州の旧日本軍の行き来た化学兵器、これの処理っていうのを中共要求していましたね。日本を応じました。で、ところが今はあんまり進んでないんですね。担当する会社があんまり日本の会社ないもんで、あんまりないんですけど、あれにかける金1兆円ですよ。だからあんなものはソ連や中共に引き渡してるから、管理責任の向こうにある。日本には管理責任全くない。日本は仮切も出す必要もない。逆に当時タダでやったから、その代金を伏せって言って要求してもいいぐらいなんです。ところがこの処理ですね、費用、これ日本の税金、国民の我々の税金から出るわけですけど、これを担ってる連中はそれが進めば進むほど金になるわけですよ。そんな化学兵器の処理なんて誰も嫌がっていけませんからね。一部の会社しかないからボロ儲けするわけです。見積もりいくらつけたって誰もわからないから、しかもやってる方も現地でわからないんですよね。ただしこの処理に1兆円予算かけて、これがかなり流れて、今ちょっと停滞してるようなんですけどね、子供でやってる。だからこういう反日産業というのは本当に金になるという嫌な社会ですね。日本を否定するほどお金儲けができる、いや、まあ、悪い社会にはなってしまっております。まあ、ですから教育の中でもそういう反日産業が儲かるほど、その日本を否定するような教育は児童生徒に強制されて、しかもその自主的という名目の中で一定の枠の中で誘導されている。これが現実に行われて、しかも今の日本は、例えば最近も安倍首相言いましたね、
今までの内閣の方針を変えてない。何かっていうと、村山談話、宮沢談話、こんなもんは、そのままやっていくんだ。あれは完全な侵略戦争士官ですからね、日本悪者士官ですから、それをそのまま継続していくって宣言してるわけですから、だから本当にこんなめちゃくちゃな話ないわけで、まあ、このままいきますと、まあ安倍さんに少しは期待持ったんですけどね、まあ安倍さん自身が、安倍さんは個人的にはしっかりした考え持ってるんですよ。ところが総理大臣になったって言ったらね、もう中継は韓国の圧力なので、相変わらずまた日本は侵略国だった。大東亜戦争は侵略戦争である。で、アジア太平洋の方々に迷惑かけた。冗談じゃないですよ。アジア太平洋の諸国はみんな日本のお金で独立できたんですからね。日本人が血を流して彼ら独立できたんだから、彼らの方からお金払って日本人招待してもらわなきゃいけない。逆に彼らはもう日本を脅しは、ね、お金になるっても知った東南アジアの国々も日本を動かしてきて、まあ、こういう現状ですね。ですからもうどっかで毅然とした態度とか1年毅然とした態度とか周りの国からみんな頭へへ下げてへくらへくらしてくるんですよ。まあ、それは下げて中途半端ね、たまにちょっと頑張ろうかってもすぐ腰砕けなんですよ。だからこれが今の日本のナショナル現状です。しかしもう、まあ、安倍さんも旧世代の方だから、ああいう人たちが消えて若者が立ってきたら、まあ、大阪の、市長はね、橋本市長はちょっと日本的でない部分があるんですけど、だけどあれの場合だったら安倍さんよりはもっと言うでしょうね。もっと断るとか断るでしょうね。ですからああいう若い世代がもうこう強化され続けてる、まあ、いじめられっ子でいじめられっ子が強化され続けてるようなもんですけど、もうこれはもういくらにしろよというのがもう若い世代に出てきますんで、まあ、そうなった時に、社会全体はいい方に行ってますからいけると思います。でこれはちなみに今フランスで起こってることですけど、フランスで、中学生や高校生大学生など数千人今パリでデモやってます。このデモやってるのは何かって言いますと、ジプシーの女の子がいまして、今日本ではジプシーって言うとローマって言うんですけど、ジプシーの女の子が親が不法入国してたんですね。で元の国に返される、親が返されるんじゃ子供も一緒に返しますんで、15歳の、高校生が、親と一緒に本国に返されるように、その時に修行に来た時、たまたま校外学習で学校全体で一緒に行ってた友達の目の前に引っ張られていったと。でこれで何々ちゃんかわいそうということで、日本でもよくあるんですけどね、抗議活動が一部で今インターネットで何か言うのでこう呼びかけていきますね。やったところ確かにハーッと集まって数千人がパリにデモやったっていうわけですね。でこれを警官が弾圧したりしていろいろやって、今ごちゃごちゃやって、かなり数年前以来、数年間の中で一番の騒乱が今パリで起こってるわけです。まあ言うのはジャリ革命みたいなのが起こってるわけです。でこれに対してですね、確かにロマっていうかジプシーの女もかわいそうかもしれませんよ。しかし世論調査ではフランス国民の7割が警察を支持している。つまり送り返しするとまだ送り返されてないし、拘束だけされてるんですけど、これに対して7割の国民は警察を支持して、デモ学生が支持してないんですね。まあ、これが一つの典型的な例ですね。今のだから安倍さんがいくら今までの踏襲とかなんとか言っても、もう国民はそういう韓国や中国のことを謝るのも支持していないっていうことですよ。もうこの前もテレビでなんか見てたら、なんかそういう類の話がありまして、テレビで電話してこう投票するようになったんですね。それで、まあ、当然この中共韓国のくっつくだろうっていうような説問してるもんですから、何でしたっけ、中国の観光客が日本に来ていろいろなんか変なことっていうか、まあ礼儀正しくないことしてると、しかしお金は落としてくれると。まあこれで、まあ来てほしいか来てほしくないかで4段階ぐらい分けましてね、やった時にもう明らかに全く来てほしくないっていうのは 37% ですからね、ボーンと出たんですよ。はあ、でその説も見てましたらね、当然まあもう少々礼儀を改めてくれたら来てほしいぐらいで、大体半分以上いくかどうかそうじゃないんです。もう一切来てほしくないっていうのはね、来てほしくないよ、来てほしくない、もう本当に行儀悪いんですよ。だから行儀悪いやつね、もう行儀悪いのはもう金はない、金はいらないから来てほしくないっていうのはそれだけなんです。
これが世論ですよね、本当最近のね、ですから本当にあの今その安倍さんがあるいはその中継やの家来みたいな連中がいくらその村山太郎の党首とか言ったってもう国民の大多数はもう村山太郎はやめよ、もう迷惑かけましたっていつまで謝り続けたらいいのか、そういう気持ちに今なってますね。ですからこれをまあ若い世代がもう罪悪意識のない若い世代がバーンとこういうふうに言ったらもうその段階で終わりですね。まあ、今そのあたりに来てますので、まあ、将来は明るいと思っております。ただし教育はそうやってめちゃめちゃな現状ですので、まあ、この教育のめちゃめちゃな現状もちょっとコロッと変われば、元が変われば素晴らしい方に来ると思います。ですからそれで、まあ、期待しておりますし、まあ、期待するだけではいけませんが、我々が行動しなきゃいけませんし、まあ、我々が隣近所呼びかけるのもいいし、文章を書くのもいいし、あの街頭で呼びかけるのもいいですし、何か行動して、世の中をいい方に変えていって、狂った教育を正しい教育に、人間社会にして、ある意味本来の教育にしていくという、まあ、それを、これからも心がけていきたいと思っています。まあ、一応そういうような教育問題ちょっと最近あの気が付いたことを申し上げさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。こういうあの たまで失礼ですが、あのブログで見てますと、千葉県のどこでしたかね、あのこの話の源の書物の横に小林義則の戦争論を置いてくださいという一般人の方のその要望が受け入れられて並んでるらしいですね。そういう要望を出していきたいわけですね。私の学校では私が小林義則の あのあれを、図書室に並べました。並べたら、なんと誰がやったかしら、近代室、体質禁止 あのラベルを貼ってまいりたいだけ交渉が貼ったのか、誰が貼ったのか知りませんね。一応だけど、あの私が係やってますが、さすがに私が係やってる時は誰も撤去しませんでしたね。だけど、近代だけは貼ってましたね。だから、学校で漫画なんか、僕らの時は一冊も置いてなかったの、記憶は。なるんですが、ですから私がなった頃もはなかったです。漫画一冊見てなかったです。だから、だんだんその生徒に迎合していくと、うん、漫画を置かなきゃ図書室に来ないとか、漫画与えな、あ、漫画をみんな読みたがるとか、もう生徒の願望に迎合していって、そしてさらには漫画をそういう洗脳に使うんですね。これはまあ、村海洋同盟系の連中が結局狭山裁判っていうのをやりましたね。狭山裁判っていって、なんとかさんを助けようとか言って、飛ばすがあるっていうんですか、なんか犯人を助けようってんでやった、そんなのもみんな一般が見てたように漫画にするわけですよ。そうするとその漫画だと生徒も読むってことで、漫画をそれだけ漫画買うわけいかないから、だから他の漫画も買おう。それではそういう漫画が隣の小学校に行ったら、図書室で会議があった時に、隣の小学校に行った時に見たら40冊置いてるんですよ、狭山裁判の漫画で。40冊ってのは1学期分ですね。つまり40冊学校の図書室で買って、それを道徳の時間間に読まして、石川少年は無罪だとか言って忘れ込むわけですね。まあそういうようなもので、漫画というのはまあプロパガンダとして有効だという、その採点系がこの話になりますね。汚いですね。はい、さっき あの安倍さんのなんかそのやりましたけど、はい、安倍総理大臣の、はい、弁護したいんですが、まあ、弁護になることが分かるんだけど、あれやっぱりアメリカ あの圧力があって、うん、もうそれが あるから、はい、こっち結局アメリカ その力と近いしももっと薄めな、やっぱり、はい、我々が中国朝鮮人が強く出ることが多分無理でしょう、はい、ですから、はい、いつも言ってますけど、結局自分の国を自分で守るという気概や精神、価値観、これを失ってしまったんですね。それを失わせたのはアメリカなんですよ。だから自分の国を守るという価値観というもの、被害というものがあれば、別に米国に頼る必要はない、アメリカに頼る必要はないんです。ところがそれをなくされて喪失してしまったから、結局アメリカがいなかったら、はい、中共や韓国にやられる。だからあれ北朝鮮のミサイル飛んでくる、
だからアメリカに助けてもらおう、助けてる人に助けてもらおうという考え方自身が実勢がないわけで、独立性がないわけで、だからこれいつまでも誰かに頼っていないといけない。まあ、そのうちは TPP で、アメリカに取られて3本省への日本の航空がアメリカのものになってしまう、まあ、こういう状態ですね。だから日本はあくまでも68年前までは独立国だったわけですから、そう独立国に戻れば、ここではっきり自分の国を自分で守って、航空が当たり前に、日本はみんなやってることと同じ状態の国になる、変えるわけですね。まだそこまでしないといけない。ありがとうございます。ですから、その、まあ、特に安倍さんの場合は、親米派というか、目が弱いものですからね、で、守ってやらないぞって言われたら、もうそれですぐにもたえられてしまう、守ってくれなくて結構です、自分で守りますよって言えないんですね、だからその、あの世代まではどうしても対米人道で、米軍なんかに物が言えないような状態になってますが、まあ、次の世代は守ってくれないから、だから極端な話。アメリカが守ってくれなかったし、じゃあそれにつくよと、まあ、これぐらいのね、あの外交をね、できれば、別にやれるわけなんですけどね、そこら辺の外交というのは、この68年が実情ないですから、米国に追従するだけの外交で、あと、金正恩に謝るだけの外交と思ってましたから、これでは、真の独立はありえないっていう。いや、我々の側でもね、我々の側の人間でもやっぱりその、アメリカに武器でってことは、武器でってこと言うと、結構反発がありますね。その時に思い出してほしいのは、広島大虐殺、東京大虐殺、つまり我々の同胞が虐殺されていて、しかもアメリカ一回も謝っていないということですね。ですから、我々の同胞が殺されて、しかも殺した犯人に謝ってないわけです。その謝ってない犯人に対して、我々がその守ってくれなんていうことが、殺された同じ同胞に対する侮辱になりますから。ですから我々はああいう方々が何のために亡くなったかという、それは日本のために亡くなったんであり、米国の人のために亡くなったわけですから、そういう方々だと思ったらとても米国に守ってくれないとは言えないんですけどね、まあ、そこら辺の同胞愛というか、連帯感というのは今の国民からは抜け去ってますけど、まあ、なかなか理解できないところもあるかもしれませんけど、まあ、我々はやはり自分の国は自分で守る、まあ、私の家も自分の家は俺に木刀しかありませんけど、まあ木刀は常に枕に置いて、コード入ってきたら、帰り道だって言って、帰り返しじゃなしに帰り道だって言って、まあ一応や用意はしておりますけど。私もですね、はい、安倍首相が態度を変えているように思えるのは、決して市内や韓国に弱気を出してるんじゃなくて、結局はアメリカだというふうに見せるんです、はい、事実は分かりません。で、じゃあアメリカから独立するためには核兵器を持つ気がないんですよね、うん、そうです、はい、ところが安倍さんはそこまで今の日本人を説得できないから、とりあえずはアメリカからいろいろ言われてることに対して自分は急に変わらないというふうに、つまりやっても行かないし、結局自分は変えないとかいうようなことしてるかなと、まだ期待は刻んでないんですけど、ですから安倍さんは第1位の安倍内閣と今度の安倍内閣は違うんですね。安倍さんが随分自信持ってるし、ひねれてきてるし、だからあの時は本当に学生みたいな感じの一員同士がちょっともうやられたらもうすぐ潰れるような、だから本当に実際言い悪くて戦われてやめてしまったんですけど、まあ、今回はだいぶしたたかですね。だからしたたかですから、そのしたたかな部分で少しは自分の意思を通すことをやるかもしれません。ですから年度内の安倍さん参拝を目指してとかいう声がありますけど、多分年度内ならやらないと思いますね。やれないやらないでやれないと思いますね。年度内やったら立派なものですけどね。ですから、ただし来年の春季例大祭とかそういう場合にやるかもしれないです。だからやりたいという気持ちはあるけど、現実に外交をに支障があるということで、まあ遠慮させられてるという、まあはっきり外務官僚とかそういうあたりから圧力を受けまして、現地の大使からの要請とかいろいろ受けてそうなってるんだと思います。ただまあ、ずるずるといったものはずるずると旧態依然になってしまいますので、どこかで決断してもらわないといけないんですけど、まあ、まだ今のところは安倍さんの動き見てると、だいぶ
柳越しというかしぶとい部分があってまあちょっとねもう一回自分の意思を通す場面が出てくるかもしれませんけど、ただ基本の考えが間違いなんですよね。日中首脳会談がまだできないとかね、日韓首脳会談がまだできない、これおかしいんですよ。言うのは向こうの習近平やね、習近平韓国は向こうが言うなら分かるんですよ。だって向こうが喧嘩を打ってきてるんですよ。あれ被害者日本なんだから、被害者の日本が会ってやらないっていうのは分かるけど、加害者の向こうが会ってやらない話の筋が全然逆ですよ。だから日本から何も会ってもらうことない、別に首脳が会わなかったら何も困ることないんですから。ですから習近平ほったらかししておけばいいし、もう中共は今盛んに嘘捏造の数値発表してますね。 GDP が 7.7% 増えたりとかね、みんなそれ嘘ですよ。だから今一生懸命実体経済悪いからそれを隠そうとして数字の嘘でみんなごまかしてやってますけど、だけど向こうとしては喉から手でほど日本からの経済援助欲しいわけですよ。ああいう経済交流、貿易が